給食費が高いんです。これ2人、3人、4人と、私の、友達で5人、子供さん育ててる方、いらっしゃいますけれども、もう5人にもなるとね、この給食費、9年間で6万円の差っていうのが、30万円にもなるわけですよね。もう大変なものなわけです、負担が。ですから、この学校給食費についても、6ヶ月間、無料にしようということを、私、松村俊夫、提案をしております。実はですね、今、全国で学校給食費をそもそも無料にしようという自治体が増えているんです。もう250を超える自治体が、給食費はただになっているんです。ところが、埼玉市はこの日で一番高い給食費を、お父さん、お母さん、皆さん、払っているというのが実態なんですね。でそもそも、学校給食っていうのは、最近食育っていうことも言われていますけれども、教育の中で給食っていうのは大切な位置づけを持っているということで、教育の一環だったらですね、義務教育はこれを無償とすると憲法に書いてあるわけですから、憲法通り学校給食費も無料にしようという実態が今全国に広まっているんです。まあ、これ国で、ね、やるべきだというふうにも思うんですけれども、国がやらなくても地方自治体で自治ですね。地方自治体で埼玉市としても学校給食費、まあ、無料に向けて進めようじゃないかと、まあ、いきなり次には無理でもね。